こんにちは、よしゆきです。動画を見ていただきありがとうございます。今回はこちら、ウランジのワイヤスマイクについてご紹介していきます。まあ、このチャンネルのように僕は YouTube の動画を投稿しているのですが、今まではずっとスマホのカメラのマイクを使って収録していました。しかし自分が動いたり、 カメラの位置を移動させると、音質や音量が変わってしまい、動画のクエイティが下がってしまっているのではないかとずっと感じていたんですよね。この悩みを解決するためにマイクの購入をずっと検討していたんですが、有線のマイクだとケーブルが邪魔になるので離れていてもストレスなく使える YS マイクの購入を検討していたんですが、DJI など有名な高品質のマイクは値段が高く、 購入のハードルが高いのですが、かといって無名のメーカーの安いマイクは、音質がかえって悪くなってしまうのではないかなと思ってたんですよね。そんな価格と性能がちょうどいいワイヤレスマイクを探していて、見つけたのがこちらのウランジのワイヤスピンマイクで、Amazon でだいたい5000円くらいで購入しました。まあ、購入してから何回か使っているのですが、まあ、結論から言って予算をかけたくないかけ出しの YouTuber におす,すめの イイエスマイクですなぜそう思ったのか具体的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはこのウランジというメーカーなのですが、ウランジは2015年設立の中国のメーカーです。中国のメーカーって大丈夫なのと思うかもしれませんが、埼玉に倉庫があったりとか、大阪に問い合わせ先があるので、商品の発送からサポートまでしっかりとしている会社です。今回ご紹介するこの マイク以外にも三脚や照明など撮影に関する機材を多数取り扱っており、このメーカーの魅力はお手頃の価格帯というところです。中国メーカーというところもあって、このように箱は中国語の表記となっています。昔からメイドインチャイナの商品はかなり出回っていましたが、このように目にわかる中国商品ってなると、なんか逆に安心できますね。 では、こちら、ワイスマイクについて具体的にご紹介していきます。まあ、先ほどからご紹介している通り、まあ、こちらケースがあって、まあ、その中に、こちらマイクと受信機があります。どちらとも、このようにマグネットでひっつくので、収納しやすい構造となっています。そして、この横の方にタイプ C 端子があって、ここから充電することが可能となっています。大きさは、まあ、正四角形で、まあ、このように、 手で握れるほどのソフトボールぐらいの大きさでしょうか。そして重量は約 72g で 1000mAh のバッテリーを搭載しており、このマイクを約3回充電することが可能となっています。そして中身の方ですが、まずマイクは人差し指1本分か親指1本分、まあそのぐらいの大きさです。こちらの重量は 14.5g、そして 230mAh のバッテリーを内蔵しており、 最大8時間ぐらい使用することができるようです。ここがマイク部分で、で、こちらにボタンがあって、その反対側に SD カードスロットがあります。まあ、この中に SD カードを入れることで、この受信機がなくても、このボタンを押すことで、録音することが可能になります。便利ですね。そして、この裏側は、服に留めれるクリップとなっています。クリップは若干弱いようにも感じますが、 まあ、予報と衝撃を与えない限りは、まあ、服から落ちることはないと思います。そして次にこちら、受信機なのですが、こちらの受信機。今回はライトニング端子を買っているのですが、y プシ c 端子もあります。で、こちらにはバッテリーは内蔵されておらず、スマホやカメラに接続することで自動的に電源がオンとなります。本体、右上の部分には、この電源のランプがあって、で、この下の方のボタンなんですけども、このプラスとマイナスが音量ボタン。 その反対側にあるのが再生停止ボタンとなります。まあ再生停止といっても、まあマイクをオンにするかそれともオフにするかっていうのがメインの使い方となります。マイクセット以外にも付属品として充電用のケーブル、イヤホン、ウィンドウマフがあります。風の強いところで録音するときはこのウィンドウマフ結構助かります。 で、このイヤホンなのですが、この受信機の横の方にイヤホン端子があるんですよね。これに接続することで、マイクから実際どのような声になっているのか確認することができます。そしてこのイヤホンなんですが、昔のあのアップルの有線イヤホンみたいな形状をしているので、このあたり人によったら嬉しい同梱物だと思います。それでは外観をご紹介したところで、それでは実際の使い方をご紹介していきます。とは言っても、本当に この受信機をスマホやカメラのこの端子にセットしてあげてこのランプがついた状態でカメラやレコーダーの収録をオンにすることでもう使うことができますもう本当に基本的な動作はもうこれだけです、まあ、特別なアプリを入れたいとか設定する必要がないのでかなり手頃に使うことができますそして音量調整したい場合はこちらのボタンを押すで押すとまあこのように1、2回 そして、この3回だったりとかあるんですけども、1回が一番小さくて、3回が一番大きい音量となります。そして、2回タップすると、ノイズリダレクションのレベルを調整することができて、このように上のランプが点灯します。まあ、先ほどと同じように、1回が一番小さくて、で、3回が一番強いレベルとなります。で、今この収録自体は、Pixel 7A のマイクで、 行っているのですが、では実際にこのウランジのワイヤスマイクでどのように解いているのか確認していきましょう。ではこの録音ボタンを押します。はい。ここからウランジのワイヤスマイクで収録しています。どうでしょうか結構音質が違うと思います。そして収録するときのノイズも聞き比べてみてください。まず Pixel 7A で音量を上げるとこのぐらいのノイズが入ります。 そして、ウランジのワイスマイクのノイズを聞いてみてくださいはい、こんな感じでスマホのマイクとこのワイスマイク音質だったりとか周りのノイズ結構変わってくると思います家の中であっても結構ノイズが乗ることがありますのでノイズの改善をしたい方は結構この商品いいって思うのではないでしょうか最後に 今先ほどこちら SD カードをこの中に入れたら収録できますよってお話ししたんですけどもこちらも実際に行っていきましょうここに SD カードを入れますこのようにカチッって音がしますそして受信機に音がいかないようにここは外しておきますではこのようになってみますので受信機に音は鳴らない状態ですではこちらで収録してみます 少し離れていますが、このように収録することが可能となっています。はい、ここまでウランジーのワイスマイクの使い方をご紹介してきました。では最後に、まあ、僕が実際に使った感想をご紹介します。冒頭でもお話しした通り、まあ、僕の結論としては書き出し YouTuber におすすめの商品です。まあ、なぜそう思ったのか、まあ、実際に使ってみて、 僕が感じたいいところ、悪いところを一緒にご紹介していきます。まず、このワイスマイクのいいところですが、一つ目に受信機をつなげるだけですぐに使える点です。このようにカチッって入れて、で、もこのランプがついたらもう使えるので、 もう本当に特別な操作がいらないんですよね。すぐに収録できるっていう面もそうですし、まあこういうマイクって、まあ音量とかのまあバランスとか、まあ、設定するのって、まあ初心者かなり難しいと思うんですよ。でもこういうのはまあ特別いらないっていうのは、まあ本当にマイクを今まで持ったことがない人でも安心して使えるのではないかなと思います。そしていいところ二つ目としては、SD カードさえあればマイクで収録することも可能です。まあ今回僕こちら、 iPhone 用にライトニング端子を購入しましたが、まあ、かといって、まあ、僕自身、まあ、このように GoPro も持っていますし、Pixel 7A で収録することもあります。まあ、このようなデバイスで撮影するときは Type-C 端子じゃないといけないんですよね。でも端子が違うからといって、使えないというわけではなく、まあ、先ほどご紹介した通り、ここに SD カードを入れればもうそのまま録音することはできるので、 まあほとんどデバイスの端子に左右されないんですよね。そして最後3つ目にいいと思ったところはノイキャン機能で雑音を抑えて収録できることです。まあ、僕が住んでいる部屋は、まあ、結構壁が薄くて外からの雑音が入りやすいのですがこのマイクだとほとんど雑音が入らずとても助かっています。まあ約5000円で購入できるレベルで、まあ、ここまでノイキャンが優れているのは本当に助かります。まあここまでがいいって思ったところで 一方、悪いと思った点はまず1つ目に音質ははいいいいいとと言い切れないっていうところです、まあ。マイクの世界って、まあ、結構音質に関してはほ、まあ、本当にその商品自体によってかなり左右されるのですがそのいいマイクの音質と比べるとやっぱり5,000円のマイクっていうのは、まあ、どうしても劣るものがあるのではないかなと思います。といっても、まあ、安いマイクと比べると、まあ、その安いマイク特有の荒さっていうのは多分ないっては 感じると思うんですけども、でもどこか抜けが悪いっていう印象ありませんか、まあ、こういう声の輪郭をはっきりさせようと思ったら、まあ、コンデンサーマイクを使うのがまあ一番なので、まあ、そう比べると、ちょっと Vlog 用でもまあベストの音質ではないと思います。そして悪いと思った点二つ目ですが、時々途切れることがあるんですよね。多分この途切れてる原因っていうのが、まあ、ノイキャン機能でまあ声が小さくなっている部分をカットしてしまって、 それが途切れの原因になっているんではないかなと思うんですけども、まあこういう途切れた場所って、また再度取り直さないといけないので、まあその点はちょっと手間に感じます。まあ以上の点から、こちらのワイヤスマイク、まあ書き出し YouTuber とか、最初のワイヤスマイクっていうのには結構おすすめはできるのですが、動画の質を上げていきたいと思っている方に関しては、まああんまりおすすめできない商品かなと思います。 ま、今回はこちら、ウランジのワイスマイクについてご紹介してきました。まあ、この動画がワイスマイクを購入するかどうか検討する上で参考になれば幸いです。今回の内容は以上となります。このチャンネルでは生活が便利になるアプリの使い方だったり、コスパの良い,いアイテムやサービスなど、ガジェットに関する情報を発信しておりますので、チャンネル登録していただきますと、動画投稿の励みになります。また、ブログサイトでは、YouTube では発信していない情報も投稿しておりますので、ぜひご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。 違う。